皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は女性起業家が使う流行りのインスタグラムで集客に結びつけるためのインスタグラム活用法についてお話をしたいと思います。インスタグラムがですね、集客に使えるよみたいな形に話が変わってきたのはおそらくここ2、3年くらいの話だと思うんですけれども、以前から写真を扱う人の中では、綺麗な写真とか気に入った人をフォローするのに、インスタを使うっていうのはあったんですけれども、最近はそれをちゃんとビジネスにも使っていきましょうよね、集客にも使っていきましょうっていう流れとかが出てきています。で、実際に使っている方も多いですし、私のクライアントさん、お菓子教室の先生とかですね、実際に実績も出されている方もいらっしゃいますので、そんなところからですね、読み解いた、現状でのインスタグラムを、集客にどういう形で使っていくのがいいかっていうことを今日はお話をしていきたいというふうに思ってます。それではですね、まずインスタグラムというものについてなんですけれども、実はですね、私自身のことといえばですね、インスタグラムはそんなに活用してなかった人なんですよ。私がパン教室をやっていた時とかにはそんなにインスタグラムって流行ってなくてですね、遠巻きには見てたりとか、後ろの方でですねやってはいたんですけど、私はもうコンサル業の方に移行することを決めている時期だったので、パン教室でそんなに集客インスタグラムでできてしまっても困るので、そんなに力を入れてなかったっていう感じだったんですね。そしてそのインスタグラムを、教室集客云々っていうところで使う分においては、私自身のそのパンの時だったらビジュアル的に綺麗なパンも作っていたので、非常にこうインスタグラムと相性のいい業種ではあったんですけど、現在コンサルタントになってますので、私も現在アカウントも持って運用はしているんですけれども、確かに綺麗な写真も載せてるんですけれども、どんなことのために載せているかというと、私はコンサルタントなんですけども、写真も教えてますっていう、写真綺麗な写真撮れますよアピールのために使っているので、その教室自体の作品とかそういうものを載せているわけではないんですね。ですからそういった形での上手な活用っていうのは、実は私そこまではできてはいないです。ただ当然内容として分析をしたりとか、私自身もそんなにたくさん、フォローとかっていうのをしなかった状態の時でも、ポツポツとフォローとかをしていただいていたので、そういう傾向があるだろうということと、あと、クライアントさんの成果とかを聞いてるときっとこういうことに違いないっていう部分ですね、それがあるなということでお伝えをしていくのが本日の内容になります。インスタグラムって言うとですね、特徴的なのはやはり写真が綺麗な形での、ライトなコミュニケーションっていうのが、一つの大きな特徴なのかなと思ってまして、広告が表示されないっていうのが一ついいなっていう点ですね。美しいですよね、画面自体が。そして使ってる人が結構多い LINE もそうなんですけど、インスタも結構実際にこう動かす方 80% 以上稼働させてるっていうデータもあるぐらいですね、非常に使ってる方が多いということと、あとは高いエンゲージメントっていう形でこう見て、その実際に今いいねとかフォローとかの反応が得やすいっていう点とかがありますね。なのでその点がおそらくなんですけれども、写真を中心にしたような業種業態の人には非常に好まれるのではなかろうかというふうに思っています。では、インスタグラムをじゃあ実際に使っていくのに相性がいい業種業態というのはどんなものなのかというと、例えばですね、絵として写真としてとてもこう映えるものはいいなというふうに思います。私のクライアントさんの部分でいうと、お料理教室、パン教室、お菓子教室とか、あとお花とか綺麗な雑貨を扱っている方とかは、それを並べるグリッドでこう綺麗に並べるだけでもすでに美しいですよね。はい、なのでそういう見た目がそもそも綺麗なものとかがいいですね。他業種のところでいうと、やはり化粧品とか、あと綺麗な服とかアクセサリーとか、そのあたりとかですね、あと食品の中でも綺麗な食品とかそういうものはね合ってるなっていうふうに思います。なので
写真映えするような業種業態がいいと思って、だからこの作業がやりにくいんですよね。余談なんですけど、私いろんな衣装とか着たりとか、いろんな変身とかやるので、なんかその写真を、ちょっとこうポートレート的にですね、バババーッと並べてコンサルタントですっていうのはどうですかって私の生徒さんから言われたことがあるんですが、まあ、気が向けば作りますけど、かなりいろんな衣装着て写真撮ってますのでね、変なこう やっかみ的なこうコメントとかは受けるのは嫌なので、それはさすがにやってないですけれどもね。まあ、もし人物とかだったら、まあ確かにそういうのもあるのかもしれないですね。だから扱ってる商材が写真映えするような商材の方は、まずはインスタグラムと相性がいいなって思ってますので、私が実際にコンサルをしている教室事業の方っていうのは、まあ、そもそもインスタグラムと相性がいいっていう業種業態ではあるのは間違いないなっていうふうに思ってますね。で、インスタグラムはまあ、フェイスブックもそうなんですけど、いいねとかコメントとかフォローで、まあ、つながっていって、さらに拡散して広がっていくっていうことになりますので、まあ、フォロワーを増やすっていうのが、まあ、重要な課題になってくるわけですよね。これはどの SNS 媒体全てどれでも一緒なんですけれども、フォロワーを増やす、私はブログをやってますけど、アメブロとかでやってるんだったらアメブロの読者を増やす。YouTube もやってますけど、YouTube のチャンネル登録者を増やすとか、Facebook の友人つながりを増やすとか、まあそういう何かしら見てもらえる人を増やすとか、フォローしてくれる人を増やすっていうのは、まあ必要な命題にはなってきますね。で、その方たちが、いきなり商品売りつけられると一気に人が減るのでですね、そういう形ではなく、まあコメント欄とかダイレクトのメッセージとかでやり取りをしながら信頼を含めていったりとか、自分いいねもらったらいいねをしに行くとか、そういうことで信頼を深めていくっていう、そういう使い方が向いてると思うので、私のイメージだと SNS ツールの中でも即時性が高くて、こう個でつながる感覚が強いので、 LINE アットと似てるなっていう感覚が個人的には思っているところですね。なので、例えば教室の先生とかだと、ダイレクトメッセージそのままもらってそれで予約っていう方もやっぱりいらっしゃるんですね。だから信頼関係を上手に構築した後だったら、まあ、綺麗な写真があるのは前提なんですけど、その横にこう非常に長くコメント書けるじゃないですか。で、あれももちろんハッシュタグとかもちゃんと選んでつける必要があるんですけれども、あそこを中心にコメントのやり取りとかをしながら、予約を申し込んでもらうっていうのはあり得るよねというふうに思っています。ちなみに先ほども申し上げましたように、私はコンサルタントが主軸の商売になっていて、インスタグラムの使い方は綺麗な写真撮れる人だよねが分かってもらえればいいので、ほぼほぼコメント欄とか、どういうもので何なのかっていうのは全然書いておりませんので、そのあたりを期待されても困りますので、あしからずで最初から申し上げておきます。なので、まあいいねとかフォロワーですね、まあ、これを増やしていく、まあ、効果的な使い方っていう点についてお話をしていくと、まずですね、1つ目が綺麗な写真が必要になります。綺麗な写真ですね。どうでもいい写真、私もインスタグラムの画面、生徒さんの画面を整理するのを手伝うことはあるんですけど、これダメこれダメこれダメっていうことで、弾くこととか結構あるんです。っていうのが、プライベートはあってもいいんですけど、そのブロックですね、この見た時に美しいかどうか、そしてスクロールしていっても画面に統一性があるかどうか、まあ、それは色味だったりとか、あとご本人の世界観っていうのもあるんですけれども、それがやはり統一されているものがあると、まあ、フォロワーはつきやすいですね。異質なものが、例えばものすごく綺麗なお花の写真が続いてるのに、突然なんかコンビニで新商品見つけましたみたいな、コンビニのなんかパッケージがドンとか出てくると、こういきなり世界観が 崩れてしまうので、インスタの場合にはですね、特に写真がバババって並ぶので、世界観を統一することが大事なので、美しい写真を撮り、まあ、2番目になるのかな、色味とか世界観を統一するっていうのが多分必要になってくるなというふうに思います。で、私とかはもともと縦位置の写真を撮ることが非常に多いので、料理の写真とか、まあ、雑貨の写真とかが多いので、奥行きがある写真をもともと撮っているんですね。そうすると、まあ、本当は縦全部見せたいですよ。でもインスタグラムって正方形じゃないですか。
で、余白取っちゃってもいいから縦にするんだったら全部縦に本当はすることもできるし、上下に余白取っちゃってもいいんだったら横写真だけ並べるとかっていうのもできますので、今私は正方形におかしくない程度にトリミングしながら載せてますけれども、その方がびっちり写真が載るから、なんかみちみちしてにぎやかな感じがするので、私は正方形が好きなんですけどね。そのバランスとか色合いとか分量とかにもこだわると、よりこうこだわり感があるような使い方になります。余談ですけど、私の知っている有名な写真家の先生とかは、9マスとか12マスとか3列なんで、それで見えたそこがどういうふうにずれてっても世界観が塊で綺麗に見えるように写真を選定してるっていうふうに言ってた方がいらっしゃいますので、それぐらい特に写真を扱ってる方とかは気を使いながら載せているぐらい、その1個ももちろんそうなんですけど、塊で綺麗に見せるっていうのが多分インスタグラムでは必要で、それができてると自然にフォローがついたりとかしやすくはなるなという感覚はあります。これがまずそうですね、2つですね。で、3つ目がやはりハッシュタグですね。どういうハッシュタグで探されたいのかっていうことですね。集客に結びつけたかったら、そのキーワードで探してファンになってもらってっていうタグはどのみち必要になるので、何で探されたいのかっていうことと、ハッシュタグの量に関しては、賛否両論というか、いろいろこうマニュアルというか、あれはあるみたいですけどね。例えば超重要な10個ぐらいでやっとく、5個でやっとくとか、30個とかいっぱい引っかかる方がいいからみたいな話とかもあるんですけど、あんまりタグ入れすぎると一個一個の力が弱くなるんじゃないかなっていうのは Google のルールと一緒なので、多分たくさん入れすぎない方がいいような感覚があります。見ててもですね、10、15ぐらいまでかなと思ってるんですけどね。で、そのタグを、どういうふうにやっていくか、ビジネスに関連するタグですね。あと自分独自のタグで、そこを検索されなくてもいいから、自分独自のタグでやると、それでまとまりでバッと見ることもできたりとかっていうね、それもあるみたいなんで、どういうタグでっていうのは、タグ選定も結構必要になってくるかなというふうに思います。あと、育てていくメディアっていうことで考えると、4つ目ですね。自分ももちろんあれするし、いいねももらいたいんだけど、気に入る方のものはやはりフォローをしていくっていうことがどのみち必要になります。似たような属性で、この人の写真好きかなっていう人は、自分も見つけてポチポチとフォローしていって、フォロー返しとかしてもらいながら、コメントでつながりつつ、人を増やしていくっていう、地道な感じですよね。あとは、すごく、それは若干裏技チックな感じになるのでですね、あんまり声を大きくしてお勧めできるあれではないんですが、自動で運用していく、見つけながら、そのフォロワーをね、見つけながら運用していくっていうツールも出ているのは事実です。ですので、短期集中的にどうしてもフォロワー増やしたいっていう場合には、お金使ってそういうツールっていうのもなきにしもあらずっていう感じですね。ただ基本は人と人とのつながりになるので、きちんと目視をしてコメントを作る、ないしは写真を選定してきれいに載せていくっていう、その努力はやっぱり必要かなっていうふうに思ったりとかします。そして、インスタグラムで、ビジネスを行っていく場合っていうのは、唯一ですね、結局その、プロフィールとか、そういうものとかもあったりしますので、どこのサイトに自分が誘導するのかっていうことを一つ注目していただいて、サイトのトップページを誘導すると申し込みが入りやすいのかとか、レッスンページに誘導すると入りやすいのかっていう、URL 1個しか基本は載せられないので、そこをどこを誘導するのかっていうのはやはり考えた方がいいですよね。と思います。それがまず1点ですね。あと、ストーリーとかも、24時間とかで消えていきますけれども、それも上手に使っていく。だから、まめな人がね、インスタグラムは、
集客できてるなっていう感じですね。私もストーリーとか上げてみましたけど、もともとコンサルタントなんで、そこまでそこを頑張る気がないせいもあるんですけど、なかなかね、ちゃんとストーリーまで使ってやるっていうことはできてはいないんですが、上手にやってる人はちゃんとそこにうまく告知文とかを載せながらですね、集客に結びつけていたりとかっていうのがあるので、まめにやっぱりしていくっていうのがいいと思います。あと、やり始めた時なんか暗黙のルールとか聞いたことがありまして、投稿のルールですね。連続でパパパって投稿しちゃいけないみたいな ルールがあるらしいですよ。私忙しいのでですね、ついつい5記事とかね、5写真とかパパパってあげちゃうし、今も内緒ですけどそれやっちゃってますんですけど、コミュニケーションのことで言うと、人のタイムラインを奪ってしまうっていうことになるらしくですね、時間を置いてポツってあげるのが5枚あげたかったらですよ、本当はいいらしいとかいう、この暗黙のルールっていうのがですね、地味に難しいですね。人に言われて分かったんです。ババッとあげた時に、昔どれぐらい一気にあげちゃったのかな、インスタを始めた頃、一気にインスタの画面作りたくて、15枚ぐらい上げた時に、確かそれコメントっていうかメッセンジャーでね、内緒で来たんですけど、上げ方はちょっとみたいな、その時初めて知るルールみたいな、おそらく今もそれ変わってないと思うんですけどね。だからおそらくなんですけど、商売っ気を嫌う文化が多分インスタグラムにはあるので、こう自分の投稿ばっかりみたいなのは気が利かないというか、人のことを思いやってないみたいな、そういうこうレッテルが貼られるらしいので、あげる方はそこちょっと気をつけた方がいいかなというふうに思います。はい。そして、ポイントですね。インスタで撮る時の写真を撮る時のポイントですね。女性が特に萌えポイント キュンとする、あ、この写真いいなって思う、キーワードが何個かあるんですけども、雑貨系とか、あとお料理系とかは基本的にやっぱりカラフルだったりとか、見栄えがいいとか、おしゃれとか、あとは非日常ですね、旅の写真とか、それもいいと思います。あとは、そうですね、意外性とか、そのあたりとかも結構いいかなというふうに思いますね。キュート、女性だからキュート、可愛い、このあたりもキーワードになってくるかなというふうにね、思います。なので、その世界観が、統一されているような形で展開していくのがいいかなと思うので、私の路線はどちらかというと、大人エレガントな、美しい寄りの感じで写真整えてるんですよ。だからそこにいきなりポップな感じの可愛い写真が載ってくると、やっぱり違和感があるので、私はその写真は入れないようにしております。なので、何度かお伝えしてるけど、全体的な世界観を整えるっていうのは、どのみちインスタグラムで運用していく上では必要なことなんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。そしてですね、世界観っていうことで言うと、色味の統一っていうのももちろんありますし、あと被写体の統一もね、あるかもしれません。私は主に花、料理、雑貨、あと個人的にイルミネーションが好きなんで、夜のイルミネーションと花火と、あと旅行地の素敵な風景、これが多いかな っていう感じです。でも私がもしパンの先生で、パンの自分の教室に誘導するためにインスタグラムをやってるとすると、おそらく綺麗な美しいパンの写真をドバドバドバってやったはずです。なんで、そういう使い方になるかなと思いますね。パンの時の、ベースカラーは、基本茶色なんですけどね、パンは。ただ私の場合には、おしゃれな天然酵母っていうテーマでやっていたので、カラフルだったりするのも結構多かったんです。形もそうだし、あとは例えばあんことかもですね、白あんとかに、色粉を入れたりとかして、7色のレインボーとかで花火のパンを作ったこともありますのでね、そういうなんかフォトジェニックなインスタ映えするって言いますけれども、そういう世界観をパンで作っていた人だったので、パンはパンでインスタグラムをちゃんとやってると、それはそれで集客できてたかもしれませんね、もしかしたら。はい、ということですね。なので、フォロワーはなぜフォローをするのかっていうところを考えた時に、その人の
外向きに出す、発信する世界が好きだからですね。だからそれをやはり統一感を持って裏切らないようにするっていうのがまず第一です。もちろんビジネスに結びつけたらいいんでしょうけども、それは結果論であって、信頼構築をした後にこの人からやっぱり習いたいっていうのを、世界観として理解してもらえるようにきちんと写真を上げ続けることが必要になると思います。で、ポイントとしては今写真が上手な人非常に増えています。アプリ、写真加工のアプリも非常に進化していて、携帯のカメラ機能もものすごく進化しているので、まあプロが撮ったのか撮ってないのかにしても、綺麗なインスタの、タイムラインというかグリッドラインとかを作っていく人はやはりすごく美しい、素人でも美しいなっていうのを思いますので、これからねますます差がつくはずなんですよ、綺麗にやってる人とそうでない人。なのでそこの中で抜きんでたいというふうに思うのであれば、写真の気遣いは相当気を使った方がいいと思います。これは正統派の作り方ですけどね、そうじゃない路線で行くっていう人はそうじゃないやり方でやってもらってもいいと思うんですけど、私は今回いわゆる普通の教室業とかそういった部分の授業をベースにした時にどういう使い方がいいのかということをお伝えしましたので、そんなお話になりました。是非ご参考にされてみてください。それでは。